当時の生贄、当時の生贄、当時の生贄、ミドヴィンターブロートは、スウェーデンの画家カールラーションが1915年に完成させた油絵である。日本語題としては他に、当時の捧げ物、当時の犠牲祭などが見られる。ストックホルムのスウェーデン国立美術館の中央階段のホールに展示するため制作された絵画である。スウェーデンで最も論議を呼んだ絵画と呼ばれている。 絵画は、スウェーデン王道マルディが、飢饉の回避のための犠牲とされた、北欧神話の中の伝説を描いている。長い論争の果てに、絵画は、国立美術館から受け入れを拒絶された。しかし議論は20世紀後期に再浮上した。その後、絵画は、カール・ラーションがそれがあるべきと意図していた場所に展示され、敬意を払われることとなった。カール・ラーション、カール・ラーソン。 1853年5月28日から1919 19年1月22日は記念碑的な絵画、例えば学校や美術館、他の公共建物に描いたフレスコ画が自分の最も重要な絵画になると考えた。彼の最後の記念碑的な仕事となったのが当時の池にで1915年に完成した。 それは縦 640cm 横 1360cm の油絵であった。依頼したのはストックホルムにあるスウェーデン国立美術館で既にいくつかの壁にラーションがフレスコ画を描いていたが残った壁に飾るための絵の依頼であった。彼は最後の壁を階段部分の他の絵と対比させることを意図した。グスタブ・バーサのストックホルムへの行進を描いた絵画。 グスタブ・バーサのストックホルム入場が勝利を収めた王と月子と主題としたのに対し、カール・ラーションは最後の絵が自身が収めていた人々のために犠牲になった王と当時とを主題とすることを望んだ。カール・ラーションは彼が鉄器時代のフィブラの装飾を復写したことがあるデンマーク国立博物館を訪ねるためにコッペンハーゲンに行った。また、 カールラーションに非常に影響を与えた文学的な情報源はブレーメンのアダムとスヌディ・スチルルソンであった。ブレーメンのアダムはウプサラの神殿についての文献を残している。また、アイスランド人のスヌディが書いたユングリング家の佐賀にはこの絵の題材となった物語が収録されている。最も初期のものとして知られているスガキ236は石木で描かれており、 スンドボーンのカールラーションミュージアムにあるカールアクセル・アービットソンによってコッペンハーゲン訪問直後の1910年の日付が入れられた。7月、カールラーションは大規模な改作を描き始め、1911年1月に描き上げたが、それは写真でしか残っていない。それは最も初期の素描に基づくものだが、より立派な人物像の一群が全面に配されていた。 早い時期の晩は、いかなる公式の論評も受けることもなく、国立美術館内の展示場に置かれた。正式な注文書はなく、公式のコンテストも発表されず、そして主導権はただ、ラーションだけにあった。自称、考古学者の匿名の記者が、1911年2月20日付のダーゲンスニュけテル氏において辛辣な批判を表明した。作家は、絵画に、 時代交渉の誤りがいくつかあり、時代の異なるものが遠慮なく結びつけられているとコメントした。匿名の記者は神殿を夏のレストランと呼び、ストックホルムの生物学博物館から得た着想で飾られているとし、絵の中の衣装がスウェーデンの農場の対比の山の周りを歩くラクダのように奇妙であると続けた。時を隔てた歴史上の出来事に、 個人的な解釈を与える芸術の自由に対する批判は他の多くの19世紀の歴史的な絵画に向けられる可能性があった。当時のイケニエに対する批判は以後の年の間も同じ傾向で続いた。カールラーションは自分が任務をより若い人材にうまく委任すると反駁した。しかし彼は油彩画ナン、no. バー237で第二の改作を制作した。その晩では ラーションは神殿をより広々と描き、絵の中心には解釈人を描き加えた。登場人物はより密接に集められて配置され、体乗の装飾のような特徴が誇張された。ラーションが1913年の秋の間に制作した3番目の水彩がナンバ、no. ー238の中でいくつかの重大な変化が発表された。この晩には、 エンドラオウムシン、エンコナングアフロス FR フォーケット、夢物語、彼の治める、人々のために犠牲とされた王、という主題が与えられた。それはおそらく、史実に忠実な再構成を試みたと思われないことを願って添えれたものあった。最大の重要な変更点は、より堂々とした構図になったことである。神殿は、かなり大きく描かれ、 厳格な外観を与えられた。また図案は、より細かく組み立てられ、それらは、浮き彫りのような、途切れない列を成した。主体は1913年11月、美術館に展示のために置かれた。そして、美術館館長、ルドビクル・ウストレム、カール・ルドビグル・ストラムへの手紙におて、カール・ラーションは、絵画に対し3万5千スウェーデンクローナを提示した。この版は、 美術館の購入委員会が彼ら自身の見解を発表する以前でさえ批判を受けた。アーギュスト・ブルーニュースはグスタフ・バーサの絵に対し強い興味を表していたが、彼はほとんど批評家のように絵の題材の選択に反発した。主題の選択はそれを提示することによって事態をさらに悪化させただけだった。ブルーニュースはこの絵画が20世紀前半を生きる。 現代のスウェーデン人にとっては非現実的で思いも寄らないものであり、全く適切ではないと感じた。1914年1月17日、美術館の購入委員会は、絵画について態度を決めかねた意見を示した。カールラーションには、美術館の壁を飾る、当時の池に絵を仕上げてもらうが、王の犠牲を含む主要な場面は除外されるか。 控えめに扱われるべきだという条件を加えた。大部分の委員がこの定義の指示を表明した。美術館長、ルーストレムは委員会のこの決定に反対した。そして彼は絵画が儀式殺人の霊障となると断言し、壁をむしろ空のままにすることを望んだ。カールラーションは美術館が彼の絵画を受け入れた裏付けとして委員会の決定を受け止めた。 しかし、ラーションは提案された変更はしないと宣言した。上に、絵画が美術館の代わりに、ストックホルム市庁舎に展示されるべきだという提案も、受け入れなかった。さらに、ラーションの親友で、電気作家の家リのデンスバーンが批評する側に加わったが、彼は、ラーションの決心を変えられなかった。しかし、ラーションは、おそらく、彼の批判を最も過酷なものとして捉えただろう。 考古学者、ブロル・シュニガーは多分前日の批判を始めた、特命記者と同一人物と思われるが、絵画において歴史的な確実性が欠如していることに対し、さらなる批判をスベンスカ・カダーグ・ブラーレット氏に出した。絵画の中にある物体ごとの年代を推定すると、著しい相違があり、少なくとも2000年の幅が示された。そしてシュニガーは、 美術館建物にはこの絵画が受け入れがたいものだと考えた。1914年3月1日、ラーションは、教務大臣に手紙を書き、自分が美術館の壁に絵を入れる仕事を辞めると明言したことで、排斥されることとなった。1914年5月、カール・ラーションは彼自身が、主導権を取って、絵画の制作を再開した。1915年には、 年間を通して彼が描いた下絵、ナンバー239を発表したが、それらはほとんど以前の絵画と同じものだった。王は、ラーションが1914年に、リュードベリ、ライドバーグという名の男性モデルを描いた、油絵、ナンバー240に基づいて描き直された。王の境遇はより感傷的な構図にされ豊かな表現力を得た。それは、ラーションがこの犠牲が、 自発的なものだったと判断した後、絵画制作を展開する間に生じた重点の変更と一致した。出来上がった絵画は、スウェーデンの古代史を題材にしながらもアール・ヌーボーの影響も見られる異常的に優れた絵画となった。ウップサラの神殿の前提、金色の斧を振り上げる大祭の前に、武装した勇士に囲まれた全裸の王が運ばれてくる。 画面左には踊り狂う女性たち。男たちは北欧の聖堂のホルン、ルーアを吹いている。解釈人が武器を隠して待機している。これらが、装飾的な浮き彫りを施したような構図の中に描かれている。ソリの左側の大司祭には新しい用紙が与えられた。また、神殿の入り口には著しい中国風の雰囲気を帯びたライオンの守護像が置かれた。 色彩は力強く、そして戦死時代は灰色だったという一般的な見解をラーションが否認する意味でかなりの面積に金色が使用された。最終的な採決が下る前に購入委員会とカールラーションは共に教務大臣が新しい絵画に好意的であることを知っていた。しかしながら大多数の購入委員会委員は二人の賛成者を 除くと、前館長ルーストレムと彼の公認のリッカルドベリを含めて反対した。その代わり委員会は別の絵画を制作してもらいたいとカール・ラーションに依頼した。カール・ラーションは当初答えを出さなかったが、彼は言論会において当時の生贄を自分がこれまで制作してきた中で最も重要で最高に美しい作品の一つとみなすと宣言した。大臣は 専門家に助言を求め、議論は新聞上でも続けられた。政治的な側面からの憎しみがベリとラーションの間にあったという疑いも持たれた。しかしこれらの疑いはずっと後にネルケ公営ウシェン王子によって晴らされた。1992年に国立美術館から出版された本でカール・ラーションは絵画が最終的に受け入れ拒否されるに至った。 最も直接かつ自然な原因が、時間が絵画を時代遅れのものになったということが真相を出ると主張している。長くかかった議論のせいで、絵画は過去の遺物になってしまい、新しい世紀の近代主義の理念に応ずることができなかった。1915年6月、最終版が予定されていた場所に展示された。次の年には、 リリエ・バルク美術館の最初の展覧会がカール・ラーション、ブルーのリリエ・ホッシュ及びアンデシュ・ソーンの他に開かれたため、絵画は美術館で公開された。ラーションは他に150点余りの作品を出展しており、また、これ以外の個展や展覧会でも多くの観客を集めた。しかし、ラーションのこの絵画への思いは諦められるものではなかった。1919年1月、 亡くなる二日前に、ラーションは自宅のアトリエに絵画を広げて、やがてこの絵が展示されることを期待し、展示の際の注意点を書き残している。絵画は、その後、1925年から1933年の間、国立美術館において、再び試験的に展示された。1942年には、ルンドノに保管された。そして、 ラーションの死後も約40年間展示されていた。国立美術館が手がけた書籍によると、論争は、カール・ラーションが備えていた彼個人の名声と理想に関係したが、彼と同時代の人々はこの理想にますます冷淡になった。ラーションの回顧録、ジャグは彼の死後に出版されたが、その中で彼は、 自身の最大の業績となると考えた作品が展示を許可されなかったことについての苦悩と失望を告白している。ラーションが絵画と自分自身を同定し始めたことは明白であった。彼がまず反対意見の向こう側に陰謀や悪意を見たこと、さらに彼が生贄として捧げられた王と自分自身を同定したことは十分考えられる。この同定は 彼が1916年に描いた自画像の中で誰の目にも明らかとなった。そこには彼自身がドーマルデオの最終スケッチを背景にして描かれていたのである参考画像。その絵は彼が暮らしたスンドボーンの教会に寄付された。絵画は1983年から1984年にかけてストックホルムのスウェーデン国立歴史博物館で展示されたが、 そのアトラーションの遺族がスウェーデンの美術賞に売却してしまった。美術賞は国立美術館に購入を持ちかけたが、購入委員会が断った。委員会は申し込みを拒絶した理由を次のように述べた。すなわち、古代の北欧がモチーフであるなら、国立歴史博物館がより適切であり、当時それは国立美術館と同じ建物にあったが、 現在国立歴史博物館は独自の建物に移転しているので、絵画もそこに移すべきである。この拒絶の後、絵画はそれを1、200万スウェーデンクローナで国立歴史博物館に売却すると申し出たスウェーデンの美術収集家に売られた。収集家は絵画を国立歴史博物館に持ち込んだが、博物館は費用面の問題から購入ができなかった。 しかし収集家によるこの申し入れが一般の人々の間に絵画が国立美術館もしくは国立歴史博物館にふさわしいのかどうか実行する論争を引き起こすこととなった。議論は両極端の方向に向いていた。人々は絵画がスウェーデン美術の非常に優れた傑作だともうさんくさい道徳感に満ちた作品だとも論じた。それでも1 9十五年当時とは 状況が異なり、多くの人々が絵画が国外に出てしまうことを心配し、国立美術館が所蔵すべきだという声が高まった。しかし絵画は1987年にロンドンのサザビーズでの競売により、日本人の収集家、石塚、広氏、漢字不明に売却された。1992年に石塚はスウェーデン国立美術館、開館200年記念。 カールラーション大開古店の際に美術館に絵画を貸すことに同意した。里帰りした絵画は本来飾られる予定だった場所にかけられた。この展覧会には30万人もの観客が訪れた。また展示会が終わっても所有者の行為によって絵画はそのまま展示され続けた。この20世紀後半の観客たちが絵画が本来かけられるべきだった。 美術館の階段ホールにおいて初めて絵画を見ることができた時、世論は変わった。美術館は1997年、この絵画を日本人収集家から購入した。絵画は本来あるべきだった場所に永久に展示されることとなった。購入価格は1、460万クローナであった。スウェーデン国内では絵がナショナリズムに基づく、 数拝の対象になりかねないと危惧する声、また日本人収集家が強く希望して売却したが日本円にして約1億3000万円で購入した絵を約2億1000円で売却し約8000万円の再起を得ることとなったのを批判したとも取れる声があった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。